はい、こんにちは、七尾です。今日はね、今晩から、ちょっと、高山へ、紅葉キャンプに、紅葉登山キャンプですね、に行こうと思います。それでね、持ち物をちょっと紹介していきますね、今日のパーキングの。まずザックね、ザックは私がいつもテント泊で使う、モンベルのトレッキングパック80リッターを持っていきます。これがテントですね。これはモンベルのステラディッチ2です。で、これがマットですね。サーマルセット、ネオエアー、エアマット。R 値が4.2やったかな。まあ、結構氷点下10度ぐらいでもいけるやつです。で、これが銀マット、テントの中に引くやつですね。で、この大きいのが、シュラフです。シュラフはナンガの UDD バッグ630を持っていきます。まあ、これでね、もう、まあ、多分、テント泊、テント場がね、標高2000メートル、オーバー2200、300メートルぐらいかな。なんで、まあ多分、氷点下、まあそろそろ入るか入れないかいう、多分時期だと思うので、まあこのセットでいこうと思います。まあこれやったらね、マイナス10度ぐらい楽勝なんで。これが、ストームクルーザーですね。雨具、防寒具のストームクルーザーの上着ですね。これが雨具の、これが下、レインダンサーのパンツですね。で、これはね、ライトダウンです。これ防寒着。で、これがクッカー、エヴァニューのチタンカップのセットです。で、中に、外の、ウィンドマサーが入ってます。で、これガスですね。で、まあ、チタンのスプーン、フォークル。で、まあ、ライター、マッチ類ですね。これがシートサミットの折りたためるやかんですね。を持っていきます。で、食料ですね。で、これはナルゲンの、水入れ。で、これが薬、テープ、絆創膏類ですね。で、まあ、飴とか行動食ですね。で、これはティッシュ、消毒液類。これはヘッデン。で、予備バッテリー。で、これモバイルバッテリーですね。で、コード類。で、手袋、手拭い。まあ、上着ですね。で、着替えが入ってます。で、これはいつものトレッキングポールですね。で、撮影道具が、これがいつもの6、アルファ6500ですね。で、こっちが、GoPro の MAX です。で、これが GoPro Hero 9ですね。で、これミニ三脚。で、マスク、帽子類。まあ、これだけですね。あとは、まあ、登山靴とか、まあ、小物がいろいろありますけども。今日はね、これで、テント泊、登山、ちょっと行ってこようと思います。それでは、行ってきます。